ございます。本日2022年の3月30日水曜です。ただいまの時刻6時14分です。まあ、出発でございます。昨日はね、ゆっくりお休みいたしまして、綺麗なね、朝日ですね。本日もね、冒険に向かいます。まあ、冒険というか、ね、もう名古屋の桜見事になってまいりました。ひんやりしてますけどね、名古屋暖かくなりますね、本日は。バス停がなんて言ってもね、近い。帰りは少しね、距離ありますけどね、距離あってもそんなに、思うほどの、ね、距離ではありません。だね、バスね、余分に拝見いたしまして、お伊勢通り通るバスね、境町から23時39分までね、大きな通りにね、あちらの通りをね、本来あちらの通りに下車してもね、そんな距離は、あちらの通りの帰りは近いと思いますけど、もちろんバスの本数ね、ありますけどね、こちらが近いんで、もっと早くね、多分バスは本数あるとは思うんですけどね、まあ便利ですよね。3個乗り場ありますから。タクシー、こちらの栄24号系と稲西車庫発の栄行き、栄 OS21 に入りませんけどね、降車場まで、降車場と申します。バスが参りました。私はあちらのバス乗車いたしますね。はい、このバス乗車いたします。栄行きでございます。栄24系統です。始発バスです。1日乗車券ください。1020円を渡しいたします。乗車いたしましたので、栄に向けて出発いたします。ギャラリバス石、ギャラリバス石です。はいはい、栄に到着です。まあ、まず了解。笑顔と元気でね、名古屋を華やかに、私がいれば華やかになりますよ。神戸なんかうざいですからね。まあね、まあどこかにイオンが、ね、ありますか。イオンメインですからね、買い物は。まあ他のところも来ますけどね、まだ三越デパートも開店してます。まあとりあえずね、まだ早朝でございます。早起きは三もの徳と申しまして、やはりね、もう山崎川の桜もう見頃です。早めにね、行きたいんで、
もう昨日はね、あの下町冒険いたしまして、早くお休みいたしました。早朝の空気ってね、気持ちいいです。神戸の空気うざいですから。テレビ塔ですね、早朝のテレビ塔です。まだね、通勤時間帯にはまだ少しね早いですが、あのバスはもうすでに満員でございました。少しね、私立っておりました。すぐに席、空席空きましたけどね。私はそんなね、ずうずうしい考え持っておりません。いくらヘルプマークでもね、そんな名古屋甘くありませんから。そんなことは重々ね、承知なんですよ。ヘルプマーク持ってるからね、譲って、そういう考えね、甘い考え名古屋では通用いたしません。はいね、通勤の方もね、お疲れになられております。この方も今日、なんて言ったの、平等なんですよ、この方も。ね、神戸では強引に座ろうとね、いたしますからね。あ、皆さんおとなしいです。会話はね、もちろん、いたしますけどね。くだらないこと言いませんから、神戸と違って。聞いていてもね、上品でございます。エレベーターの位置がね、普通ありますからね。早朝のテレビ塔です。錦通り下、錦通り下です。秋田市バスでございます。私にね、向いておりますね。堺25ゲートのバスですよ。エレベーターの位置がね、すぐにね、忘れちゃいます。オアシス21までね、行きますと、なんとかなりますから。綺麗に咲いておりますね。このね、私も咲いておりますけどね。ではね、堺に到着でございます。とりあえずね、サブウェイに乗車いたします。メトロチャッチョル韓国です。ただいまね、6時40分です。名古屋市営地下鉄東山線名城線名城環状線、名江線直通の堺駅到着いたしました。あちらは機関バスです。堺駅地下鉄名城線の左回り、食いたいものはね、前田のところお腹すきましたもんね。
本当ね、新玉橋、金山、駅の名所が変更になりますからね。左なんだか違いますよね。まだ早朝ですけど、ラッシュは間もなくピークを迎えます。名工と申します、ね、返事ありませんからね。名工は名古屋港の略ですか。名駅は名古屋駅の略ですから、名城は名古屋城の略ですから、私はすぐにね慣れますから。電車が到着いたします。黄色い電子ブロックの内側でお待ちください。3番線に金山東海道方面名工行きです。次の列車になります。この電車は金山東海通り方面名古屋港行きです。私が立つとこのようになります。東山線名鉄瀬戸線は乗り換えです、ね、あの名古屋にいます実感というのがね、この放送でね、これ合成じゃありませんかね。私名古屋ステイですから、旅行に来てるんじゃありませんから。移住者の同様でございます。旅行というのはね、ホテル泊まって全てね、ホテルの Please watch out for the doorsサービスね、扉にご注意ください。まあね、ホテルでもね、自ら全て行いますから、ね、おやめください。まあ、それがね、耐えられる方、耐えられない方ね、いろんな方がありますからね。まあね、まあ、私のこといいなと思う方いらっしゃいますけどね、それはね、ご自身で体験なさって、行えばよろしいんじゃないですか。それは私の自由ですからね。そんな権利はね、神戸人からね、余計なねチャチャ入れを行われる権利ありませんから。こちらはね、名古屋の市営地下鉄です。こちらね、9時までね、次の電車ですね。まだ7時になっておりませんから、時間通りね、今のところね、時間通りの運行でございます。金山まではね、栄、矢場町、上間園津、東別院、金山となります。路線の地図見て私申してませんよ。こちらですけどね、この通り。ワンデーチケット。本日は870円です。今度は狭いです。くるくる回っておりますからね。くるくるね。くるくる回っておりますからね。いかなすわもうと思いませんからね。もうそれがやはりね、地域によるんでしょう。あれ、神戸の地下鉄ね、神戸の地下鉄の価値しかありませんしね、死神地方ね、うざいですから。間もなく到着いたします。
黄色い点字ブロックの内側でお待ちください。3番線に金山新玉橋方面名城線左回りが来ます。こちらの電車ね、あの名城線左回り金山新玉橋方面です。この電車はじゃあ乗車いたします。新玉橋方面まだ空いておりますからね。名城線左回りです。じゃあ乗車いたします。東山線名鉄外線は乗り換えです。名城線左回りです。空いておりましたね。ではね、乗車いたします。新型コロナウイルス感染症対策にご理解いただきありがとうございます。名城線東回り協力をお願いいたします。私のアップがついてますからね。こちらのね、ちなみに焦点距離なんですよ、24ミリです。フルサイズ換算で、ね、発車でございます。何かこうね、犬猫の何かこうチラシね、ホテルの近くね、猫たくさんいましたよ。猫ね、到着してからね、野良猫ね、たくさんいました。写真撮影はね、行うとか今ね、全速力でね、もう逃げましたけどね。首をつけておりませんから、多分ね、野良猫、捨て猫、ね、いろんな猫いますね。猫ババもいます。ね、神戸人ね、人のものね、パクって、それでこそね、猫ババです。名古屋でね、私、スカフを落としましたけどね。栄の遺失物センターに保管されております。神戸でなんか確かに私もね、悪いんですよ、それはね。ですがね、次は上前津です。綺麗なところはね、とりあえず山崎川に向かいます。早朝の方がね、人少ないですからね。散歩ですね、要するにね、散歩ですね。なんか散歩にはね、やっぱり幸がありますね、やっぱり幸せにね、幸がある散歩ですね。それをね、さをね、略しますと、ちょっとね、放送禁止用語になりますからね。じゃあ上前津到着いたしました。少しね、車内にね、ゆっくりいたしますね。次の瑞穂運動場東で下車します。まあ徒歩でも可能なんですけど、バスがあるようなんです。
今7時3、13分です。丸八です。東に到着いたしました。じゃあ下車いたします。この電車は山本山方面名城線左回りです。下回りました。 Please watch out for the doors. 扉にご注意ください。水本運動場東駅の地上です。2号出口の山手グリーンロード市バス、金山16号系とバスに、ね、乗車いたします。山手グリーンロード高台ですよね。坂道になってます。本日はもう山の手ですよね。向かい側なんでね。水本運動場東駅です。信号変わりました。私の好きな山の手です。ね、いろんなところね、あの名古屋冒険ね。ね、知らない方、この私の動画、ああ、こう、名古屋にこんなとこあるのか、こんなとこあるのか、とかってね、少し坂なんでね、水本運動場東バス停留所、名古屋市営バスです。
14号ゲートですね、私乗車。まもなく参ります。50分発です。清水川ってありますよね。まもなくね、バスが参ります。私の乗車しますバスはね、金山14号系統豆田町経由金山駅でございます。途中清水ヶ丘経由いたします。バスが到着いたしました。金山14号系統です。市バスです。こちらのバス乗車いたします。お待たせしました。豆田町高杉経由。おはようございます。山崎川最も近いところどこで降りればよろしいでしょうか。山崎川は音戸町か、ええ、次第薬学部か。次第薬学部ですかね。はい、次第薬学部まで乗車いたします。はい、うん、ちょっと足悪いんでお願いします。またブーザー押してください。はい、教えていただきました。だからね、次第薬学部まで乗車いたしますね。空いておりますね、朝のラッシュですけど。桜山経由ではありません。案内放送あります。親切なね、案内放送です。動いてる土地はね、席を立ってはいけませんよね。当然危険ですから、ね、あの神戸ではね、バカが席すぐに立ちますからね。到着していないのにね、ドア開けたりも参与バスを行いますから、ね、次は総合リハビリセンターです。私もね、あのリハビリでございます。足少し痛いですからね、あのリハビリでございます。リハビリ大事ですよね。ね、あの神戸ではリハビリになりませんからね、病気の悪化ですから。あの丘の上ですね。これぞね、まさに山の手と申しますね。いろんな山の手ありますけど、あの、まあ、山の手とね、下町ね、利点欠点ありますからね。やっぱりね、中心部からは離れます。どうしてもね、下町のようには、下町はね、駅も近くて、ね、商業施設もたくさんありますから、ね、総合リハビリセンターですね。私もリハビリを行っております。自分でリハビリを行ってるんですよ。
これもリハビリですからね、足が痛くても。バスにね、乗車すること大事です。名古屋の市バスおとなしいです。私が気を使います。次はね、あの清水ヶ丘です。字はね、少し違います。まさにね、総合リハビリセンターです。あのエレベーター完備しておりますからね、エレベーターないとね困りますからね。私もないと困りますからね。小金湖線橋大変でしたけどね。スロープはいいんですけどね、スロープも気をつけないといけませんから。次はね、あの清水ヶ丘です。清水川がね、バス発車いたしました。金山14号系と豆田町系、金山行きのバス、非常にね、おとなしいです。同じ清水川でもね、垂水駅発の2号系と、行儀悪いです。全員バグツ以上でございます。ではね、この次第役のバス停まで参りますね。はいはい、次第薬学部のバス停に到着いたしました。山崎川はね、ここから少しね歩いたところです。綺麗にね咲いております。私も咲いております。金山14号系統のね、豆田町経由金山駅、金山総合駅まで向かうバス乗車いたしましたが、清水川経由いたしましたがね、非常にね、おとなしいです。静粛です。同じね、あの清水川か経由するバスといいますか、まあ、清水川かね、終点のバスで、神戸市垂水区のイオン垂水店の正面から発車の山陽バス2号系統の清水ヶ丘駅、山陽バスの営業所のね、車庫駅のバスですが、星ヶ丘もね、経由いたしますが、全員ね、行儀悪いです。バカです。一言ね、こちら私ね、名古屋市瑞穂区の名古屋市営バス次第薬学部バス停前で一言申しますね。ではね、午前中早朝からね出発いたしました。ただいまね8時8分88でございます。名古屋の88でございます。丸8でございます。の午前中のね、とりあえず無事に山崎川の近くね到着いたしました。この後のね、山崎川の桜並木、お楽しみくださいね。とりあえずね、こちらで
一旦終了といたしますね。水ホークですね。名古屋シティユニバーシティですね。こちら桜の名古屋見えてまいりましたね。とりあえずね、じゃあね、後の動画ね、お楽しみください。あのね、私もあの大学で勉強を行いたいです。嘘じゃありませんよ。まだまだね、勉強するね意欲はねありますからね。それね、あの体を動かすことはね苦手ですけどね、勉強は好きですからね。学ぶことね、学ぶこと大事なんですよ。ここでもね、名古屋市立大学のね田辺通キャンパスです。こちらの前で申します。今しばすのね経由しております。こちらね、ですからね、春休み、夏休み、今ね、春休みなんですよ、私。学ぶことね、非常に大事なんです。こうやってね、校舎に、やはりね、学ぶこと、まあね、大切ということね、やはり実感いたします。